次、ファイアフラワーロケットタワー、クリア率 1.82% です。ロケットタワーっていうぐらいだから、ものすごいファイアフラワーがたくさんあるんでしょうね。頑張って積んでいきたいと思います。よろしくお願いします。ファイアフラワーロケットタワー、わあ、雨が降ってるよ。下に天使さんがいるよ。なんだろうこの世界。フラワータワー入ります。たくさん花が飾られてるね。どうせ一個も取れないんだろうけど、そういうことだろ。たくさんあって一個も取れないとか。上で参ります。なんて優しいコンシェルジュ。素晴らしい動きだったわ。ああ、そういうことはダメだよ。褒めるとすぐ調子に乗るんだから、もう俺みたいなことしないでよ。でまた上に行くのかな。上参ります。あ、行けないんだ。なるほどね。さっき上行ったらどういうギミックだったんだろう。これまた踏んでいく感じ。でっかいカロンちゃん踏んで、ちっちゃいカロンちゃんも踏んで、全然フラワータワーじゃないよ。全然フラワーじゃなくてドッスンタワーじゃねえけど。完全に怖い怖い。もうドッスンしかいないんだけど。そうか、乗っ取られたんだね、フラワータワーが。工場が、工場長、工場長、ひっ、危ない。これまた乗ればいいの？絶対、なんか、何が来るの？ちょっと前へ行って、ちょっと前へ行って。え、進むしかないのこれ。そういうことで。そうか。よいしょ、オッケー。うわー、上に、ちょろろろろ。わー、危ねえ。もうやめてよ、超怖いし、超クソ面白いんだけど、このコース。いや、面白いわ。これ、どうすんの？そうすんの？オッケー、危ねえ。ナイス反射神経。え、なんで来ないのこいつ。怖い怖い怖い。上に来る感じなの？ふわー、フライヤー、ちょっと、見とれちゃったよ。上に行く度数に見惚れちゃった。ほっ。ほっ。ほっ。こっからどうすんの？こっからどうすんの？うわ、すっごいありがとうございます。すっごいありがとうございます。ベリーサンクス。え、また2回目のご出勤なの？そう言って、横に移動したりするんだ。そういうことしちゃダメって言われなかった先生に。オッケー。中間地点がある。やっと中間地点だよ。嬉しい、この中間地点は。しかし、ここで中間ということはまだ半分残ってるということか。怖すぎる。いや、半分とは限らないぞ。3分の1残ってるかもしれない。普通に、あれだ、カロンを足場にして、こういうことだよね。で、牛、上行く。もう見えない見えない。もう見えない、もう見えない。俺の人生が見えない。ああ、先行きが見えない。先行きが見えなかったけれど、どん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 過ぎていく。通り過ぎていく、俺。よいしょ、オッケー。上に参りまして。ちょっと待って。おお、もう、情報量が多すぎて、情報量が多すぎて、私は何を成したらいいのかが出てる。こういうことだろ。で、ここで乗って、うん、斜めに移動できるの、君すごいのね。進化したのね。いいの、これで。行っちゃったよ。おお、ごめんごめん。あー、出たよ。やった、ゴールだ。浮いてる。どうやって、どういう仕組みなのこれ。すごい浮いてる、キノコ。やーった。いやー、難しかった。でも個人的に、マリオメーカー2の中で一番面白いステージだったかもしれない。すごいスピーディーで。いや、よかった。ありがとうございました。次、ミュージック。天気の子主題歌、グランドエスケープ。今流行ってるみたいですね。皆さんは見たでしょうか？私はまだ見れていないんですけれど、こちらのステージで BGM を予習したいと思います。よろしくお願いします。ミュージック。天気の子主題歌、グランドエスケープ。CM でめっちゃ流れてるからね。これ乗ればいいの？はい。あ、聞いたことある。最初の方なんかみんなで歌ってんだよね、合唱して。こういうのってどうやって作るんだろうな。あ、いいね、ズンっていうリズムだ。すごーい。一度は作ってみたくなるけど、まともに音符すら読めないからな、俺。じゃなくてさ、いろんな音使ってるのがすごいよね。あー、ここここ、フル聴きたくなる。うぇー、いいね。こういうのずっと流しておきたくなっちゃうな。素晴らしい。ほんとこういうの作るの時間かかるだろうからね。いや、素晴らしいわ。ありがとうございます。次、ウィンターワンダーランドバージョン 1.2、 クリアです。 1.06% です。かなり難しいコースだと思いますけれど、頑張ってクリアしたいと思います。よろしくお願いします。ウィンターワンダーランドバージョン 1.2。 あー、ウィー。さあ、難しそうだけど、落ちていく感じでオンオフオーホッ、一発クリア。モグラーニャフミニャーニャフッ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 、ふいー。ナイス、フリーザ様。で、あー、またモグラーニャ。モグラーニャに何の恨みがあるんだって。ボタンがそっちかい。よいしょ。大砲の進行方向からして、ふっ、上に行くかと思いまいけるんだったんだよ。
思いマイケル思いマこれはほっそういうことだそういうことなんだね危ねえ危ねえナイス中間地点取ってたから全然平気全然平気ルイージが一人いなくなっても俺の気持ちは晴れているさあこれはバネを踏まなきゃいけないのかな踏んでバネーしてほっせい夏が胸を刺激する生押し魅惑のキャッチ&リリースイエイエスイエスオーケーそしてどこまで落ちるよ私の人生ヒッセイオーケーわあまたなんかいるよこれはまた乗る感じヒップドロップ死体どうぞ死ごろだったんだけどなよしオーケーいやーめっちゃ難かったここでうわーゴールじゃねえんかい今下にゴール見えなかったか中間地点だと、ほっついほっナイス完成欲しいめっちゃセルフ完成んコインの場所でああ、そういうことそういうことしちゃうんだそういう悪いことしちゃうんだふっはあ嘘だろお前ナイスはあ、なんか今お酒の女の子に見えたこいつがモグラーニャがお酒の女の子に見えてしまったんですあぶんでナイスギリギリじゃないかいいぞ順調順調やっとゴールだいやー難しかったなさすが 1% 俺が 0% 台に下げてしまった感もあるけれどかなり難しかったねありがとうございました次バレッツンキューブスものすごいキラがこっちを見て微笑んでいますけれどクレ率は 11% 台なんでそこまで難しくないと思いますサクサク進めていきたいと思いますよろしくお願いしますバレッツンキューブスわ、タラッタッタッタって、これ 3D ワールドか。3D ワールドっていまいちわかんない。これ真ん中キノコ。だよね。任天堂っぽい配置。うわぁ、足腰に優しい、歩くほど。この下のブロックには特に何か隠されてるわけではない。わ、いいね、こういうの。いいわ。ヒゲ生えてる親父にはなかなかいいぞ。あ、で、雲がある。あ、なんだろう。これ土管入って上に行くのかな。またピッピッピーボタンあんじゃん。わ、いいね。この透明土管ちょっと使いたいよね。景色が綺麗なステージを作って、で、この同盟土管でツアーみたいな、ワールドツアーみたいなのもいいんだけど、また雰囲気変わって遊園地チックな感じ。ほっ、赤コーラがいるよ。赤コーラは下まで落ちないから、よいしょと倒してあげなければいけない。うわ、ひねり出してきてんね。これどこまでが当たり判定か分かんないけど、どっから当たるの？ここら辺？あ、これで倒せんだ。怖い怖い怖い、分かんない。当たり判定が。ほっ、よいしょ、赤コーラがいる。ほっ、ほっ、よいしょ、オッケー。まあ、用意されてるってことはこいつで倒せってことなんだよね。え、でもこれ上に持てないから行っちゃっていいか。右側めっちゃひねってんじゃん。これフラワー違うか、キノコか。とりあえず行っといて上行けそうだな。マジでわかんない。当たり判定がどこまで来たら当たるんだろうね。あー今多分ひねり出して回転が終わったらって感じなのかな。どんどん増えてくる。何これ。それで突如現れるパターンもあるんだ。かわいいじゃん。続いて、あ、いいね、このワールドツアーいいぞ。ひねり出しワールドツアーかわいい。よし、で害がなければ可愛く感じちゃうよね。危ない。もうなんでそのところにいるの。ダメでしょ。お母さんに言われなかった。頭上から突如現れちゃいけませんよ。学校の必須科目だ。ここ真ん中キノコ。ナイス、いいね。真ん中キノコは任天堂っぽい。上行きます。わあ、雲の上に乗って夢のようだ。一度は雲に乗ってみたいと思うよね。え、こっちに乗っちゃっていいの。伸びるかな。届く。これ一番上まで行ってから、ちょっと届くね。またワールドツアーをしていく。あ、ちょっと上に行っただけ。何矢印乗れってこと。いや、もう分かんねえんだよな、当たり判定が。回転が終わったらだよね、おそらく。お、だよね。それを見ときゃ多分大丈夫。怖いな。慣れないことをするのは、やっぱり怖いよね、最初のうちは。でも慣れちゃえば快楽に変わるんだ。いいぞ。それがスーパーマリオ。これは多分、なんか黒いく、え、なんで黒いの、あの子。初めて見た。へえ、ああいう黒いのもいるんだ。なんか変わったことすんのかな。テントウムシみたい、めっちゃ。めっちゃ集合恐怖体だっけ。この人かわいそうだね、あれみたい。絶対気持ち悪いって感じだよね。これは多分、蹴っちゃうと大変なことになるから、蹴らずに行くと無用な。殺生はしないって言ったのに殺生されそうになった。ひどすぎるよ。これが読めなくて。これはどうだろう。ああ、壊れちゃった。せっかく持っていこうと思ったのに。こいつら殺生好きだもん。いいじゃん、敵役っぽくてすごいいいけれど。え、普通に進んじゃっていいの。これデカマリオだったら大変だけど、チビルイージだったら全然 OK だよ。あ、30コインある。やったね。チビに優しい世界。いい、だった。チビに優しい世界はね、逆を言うとね、デカにはね、厳しい世界なんだ。キッチンとかさ、高さ低いと腰痛くなっちゃうんだ。
だからみんな高くしてほしいの。みんな身長高くなの。これ鍵あるよ。ピピロリンした。スイッチ押されると閉じ込められるとこあるのかな。雲がある。よいしょ。たぶん本当に閉じ込められる。あ、でも死にはしないんだ。ちょっと頭突き抜けてるけど、もう分からないことだらけだな。新発見がいっぱいで楽しいね。さて、立った。これ、いける?いける?いける?いやー!ここに乗ればいいの?こうかな。鍵がある。あ、この世界の鍵はあんな感じなんだ。なんかトランプっぽくて可愛い。よいしょっと。大統領の方じゃないの。で、こっち側、4つあるけど、4つでいいのかな?あ、なんだ、すげえ集合してまとまってるんだね。だったら探す必要もなかったと。これで鍵が開けられる?ん?あ、ブロックなんだ。へえ、扉じゃないんだ。すげえ。やべ、新発見がいっぱいで楽しすぎるんだけど。3D ワールドの世界でギミック作りたくなるけどな。元ネタがわかんないからな。これ、あの、青色は何?青色踏めるとかある?でも怖いからジャンプしていこうぜ。あ、踏める感じだ。あ、全部踏めるじゃん。なんだよ、お前ら、だらしねえな。ちょっと待ってよ、俺のはだらしなかった。3D ワールドの、こいつらは踏めるんだ。だらしねえな。え?どうすんの、これ。あ、その後、一番下のやつだけ踏まれても、消えないんだ。どういう仕組みなんだ?色とかっていうわけでもないんだよね。この斜めってるからとかそういうこと?失礼します。わからないことがいっぱいだな。新発見がいっぱい。サドカン、また透明ブロックでワールドツアー。オッケー、上まで来ましたよ。お、土管、緑土管、馴染み深い、オールドファッション。昭和の土管と令和の動画じゃねえよ。土管って感じなのかな。はい、足場ができたよ、でっかいブロック。これ時間が経つと元に戻っちゃうとかあんの?よいしょっと。まあ、ゆっくり行けば大丈夫だよ。あ、やっぱりそうなんだ、時間経過。でもぬるい感じだね。いいわ。平成仕様だわ。そうだな、令和って感じではないな。3D も、どっちかっていうと、平成の時代だからね。左下めっちゃ気になるな。でも、甲羅がいる、自滅しろ。同族をで、殺し合うんだ。そうだ、これで、違うわ。甲羅1回よりも、血土寸の方が一気に行くってことは、血土寸の方が強いってことなんだ。さすが尻パワー。よいしょ。さあ、で、赤甲羅たくさんいるな。赤が好きなのかな。どこまで来るかわからないんだな、君が。なかなかいい位置に配置しやがって。で、これは足場に使えるからな、と。帽子がないのがすごい気になるな。帽子欲しいな。ほっ、ハゲ隠しが、やっぱり、必須になってくるよね。さあ、で、ここも普通にちょっと難しいな。ほ、一応踏んづけといて。あー、ゴールあった。やったで、ね、しかも、ちゃんと一番上で取れるように配慮していただきありがとうございます。最後に優しさを感じたね。いいね。なるほど。こういうなんかさ、世界観がいいステージみたいなのを作ってみたいよね。